アイズ・ワイド・シャットは、1999年制作の映画、スタンリー・キューブリック監督の遺作となった。原作は、アルトル・シュニッツラーの夢小説。主演の二人に加え、結果的に監督の遺作となったという話題性も、上乗せされて、7月以降のロードショーでは、世界的なヒット作となった。タイトルのアイズ・ワイド・シャットは、英語の上等句アイズ・ワイド・オープンをもじった一種の、 言葉遊びで、結婚にまつわるベンジャミン・フランクリンの傾クが直接の出展とされ、さらに遡って、テンペストをルーツとする指摘もある。なお、当映画の試写会5日後に監督、スタンリー・キューブリックは休止する。死因は、発作要因不明の心臓発作とされている。アメリカでの公開は、性的シーンによって NC-17 の指定を避けるため、 キューブリックの右腕であったレオンビタリ監修で、成功シーンには、後ろ姿のヌードモデルやローブを着た男女の人影、などが合成されて、R 指定で公開された。日本では、無修正版で公開され、R-18 に指定されている。ニューヨークの開業医ビルとアリスの検体期を迎えている、夫妻は、ビルの患者で友人のジーグラー夫妻が開いた、クリスマスパーティーに招かれる。 このパーティーでビルはピアニストであり、旧友のニックと再会し、アリスはビルと別れて個別にパーティーを楽しむことにしたが、ビルは女性たちに誘惑され、一方でアリスはハンガリー人の紳士に誘惑される。その後、マンディという若い女性がドラッグを吸引した折れてしまう。ビルの適切な処置でマンディは一命を取り留めたが、ビルはジーグラーによりこのことを口止めされた。翌晩ビルとアリスは、 ふとしたことから口論になり、夫婦仲に亀裂が入ってしまう。そこへ、患者の姉さんンが急死したという知らせが入り、ビルは患者の家へ向かう。しかし、その道中で、ビルはアリスが海軍士官とセックスをしているという妄想を抱き、奉納する。キューブリックがこの作品の映画化を志したのは、1970年代にまで遡る。 1972年には映画家権を取得するが、他作品の制作などに暴殺されるなどにより実現が危ぶまれた。1990年代に入りようやく制作が本格化し、共同客本家にダーリングでアカデミー賞を受賞したフレデリック・ラファエルが起用された。なお、キューブリックは当初作者と題名を伏せた原作をラファエルに送ったものの、古臭い内容だ。 まさかシュニッツラーか、との返事を受けた。二人によって内容は現代劇に改められ、また、キューブリックの意思で儀式の描写が作品のようになることも決定した。1995年12月、ワーナーブラザースは、キューブリック監督が新作を制作する。夫婦の嫉妬をテーマとした作品でタイトルは、アイズワイドシャット、主演は、 トム・クルーズとニコール・キットマンであると発表した。私生活上でも夫婦であり、共に大スターでもあるクルーズとキットマンの共演は大きな注目を集めるが、それゆえに完璧主義の監督に多忙なスターが合わせられるだろうか、などと歓声を疑問視する向きもあった。キューブリックは過去に制作が中断した作品がいくつかあることも不信を高めた。 1996年11月から撮影が始まるが、キューブリックの意思により秘密裏に進められたため、その内容も全く外部へは知らされなかった。キャストの交代などにより撮影は長期化し、1998年4月まで延々400日以上に及ぶギネス記録となった。なお、クルーズ夫妻はこの作品に臨むため、ロンドンへ移住していた。つまみ漁後は、 キューブリック一人の手で編集が行われる。音楽はドミートリー・ショスタコービチのジャズ組曲第2番ワルツ・ニット・ジェルジ・リゲティのムジカ・リチェルカータが用いられた。1999年3月2日、キューブリック、クルーズとキットマン、WB スタッフの4人による極秘の霊合使者が行われるが、5日後の1999年3月7日にキューブリックは休止する。 その直後に、キューブリック自身が手掛けた予告編が公開された。イルミナティによる秘密裏に行われていた儀式的娯楽を再現させた映画でこれを世間に公表したキューヒクブリックは、イルミナティ幹部の激鈴に触れ暗殺されたという説もある。公開当初はキューブリックが自ら語ったという、この作品が私の最高傑作だとの言葉が広く、ルフされ、 ビデオソフトの解説などにも引用された。一方で、死の2週間前に、キューブリックからの電話を受けたという友人で俳優の、アールリー・アーメイが、その電話でキューブリックは、アイズ・ワイド・シャットは、クルーズがめちゃくちゃにした完全な失敗作だと、語っていた後2006年に発言している。本作では、クリスマス期のニューヨークにおける、華やかな街の景色と寒々とした気温が、 巧みに表現されているが、キューブリック監督が極度の飛行機嫌いであることから、フルメタルジャケット同様すべて、イギリスでのロケ及び、大規模スタジオ撮影で再現されている。加えてキューブリックは完璧主義的な監督であったため、撮影に集中させようとして、トム・クルーズとニコール・キッドマンをイギリスに1年滞在させたいと考えた。 この監督の要望に応えたいクルーズと家を開けたくないニコールとの間に圧力ができ、それが離婚の原因になったと言われる。なお、主演夫婦には当初、コメディアンのスティーブ・マーティン夫妻がキャスティングされていた。実際キューブリック邸での台本に読みにも夫婦で参加している。イギリスでのロケによるためか、ところどころにヨーロッパ仕様のままの自動車が登場する。 これらはアメリカ使用者とは外観の一部が異なっている。例としてニューヨーク路上での三菱ミラージュやメルセデス・ベンツ、パーティー・邸宅でのロールス・ロイスなど、本作品は撮影期間が46週イコール休暇を含めて400日。その長さはギネスブックにも撮影期間最長の映画という部門で認定されている。撮影の長期化で、 クルーズの次の主演作、ミッション、インポッシブル2の撮影開始は、スケジュール全体が後にずれ、撮影終了も予定より遅れることになった。M.I.-2 で共演しているダグレー・スコットは、撮影終了後すぐ、X メンのウルバリン役を務める予定だったが、M.I.-2 の撮影終了が、X メン撮影開始に間に合わず、ウルバリン役は、ヒュージャックマンに交代した。 当初ジーグラー役だったハーベェイ・カイテルとマリオン役だったジェニファー・ジェイソン・リーは出演場面がすでに撮影されていた。にもかかわらず監督が撮り直しを要請したところともに他の作品の撮影が開始されたため戻ってこられず、ジーグラー役はシドニー・ポラック、マリオンはマリー・リチャードソンにキャスト交代となった。この作品の DVD ビデオはキューブリックの意思により4。 三の画面比率で収録されている。収録は2001年5月6日。当初日本語吹き替え版の制作は許されておらず、日本国内書室のビデオ、DVD には吹き替え音声が収録されていなかった。キューブリック没後の2001年になって、記念として吹き替え版が制作されることになり、オーディションで配役が決められた。ビル・ハーフォード役に選ばれた森川智は、 オーディション後に、キューブリックの息子と面接、彼から、キューブリックをどう思い、映画を見て何を感じたかと問われ、言語版と同じ演出効果を持たせたい、吹き替える側にもそれを理解してほしいと要求された。息子はなかなか、OK を出さず、通常なら1日で終わる収録は、助監督のレオン・ビターリも参加して、各場面、セリフ一つでもどう思って喋っているのか、 話し合いながら一週間かけて行われた。収録ではベッドで仰向けになるシーンは、実際にベッドを持ち込んで寝ながら喋ったり、マスクをつけているシーンでは、作中で使用されたものをつけたり、収録スタジオを変えたことで、音響機器の違いから、それまでと音が違うと、元のスタジオで収録し直したこともあった。後で、森川は収録で使ったマスクをもらい、レオンから送られた手紙には、 本作の吹き替えは日本語版が一番だったと書いている。森川は、この収録で吹き替え演技に対する見方が海岸、トムの吹き替えをする際は彼の呼吸を見るようになり、そこからうまく演技がシンクロすると語っている。スタッフプロデューサーのクレジットに、バリー・リンドン出演後キューブリック監督の助手として活躍しているレオン・ビターリの名前がある。 脚本執筆に際しての様々なエピソードは、キューブリックの守護共同執筆者のフレデリック・ラファイルによって、アイズ・ワイド・オープンという書籍にまとめられ刊行されたが、キューブリック夫人に、著しく事実と異なるとして、出版差し止めを申請された。ありがとうございます。